何か隠し事をしているのか。さあね、もう一回出したら本気を見せる。なるほど。なぜもっと早く本気を見せない。力出すにはもったいないようなやつばっかだったし、 DUP 相手だったら本気見せてもいいかも。口には気をつけろ。黄色い線に沿ってホールの真ん中まで行け。出口などない。全て封鎖した。ここで私の部下のホログラムと戦わせてやろう。ただしこれ以上力を隠さないで戦うというのが条件だぞ。オーケー、いつもは逃げるだけだけど戦う方が楽しみ。なぜコンジットに対してそんなに憤っているのだ。皆同じ血を分かつものだ。何に対して怒っているんだ。そこまでかきたてるものは何だ。世界中を敵だと思っているんだろう。だが周りには味方もいるんだ。ここではお前に力を使ってこいつらをハッとしてほしい。こんにちは。よくやった。力はただの道具だ。目的達成のためのもの。あんたの道具じゃない。私の怒りを利用して操ろうとしないで戦わせてよ。 DUP にはお前のような奴が多い。自分を見失い、私にすがり能力を開花したもの。全ては生き延びるため。
これどうぞ。お前はただの道具だ。お前を拾ったとき、メディアに圧力をかけて、お前の記録を抹消した。なぜ？お前が役に立つと思ったから。この力のせいでここに来たのに、また自分が普通に感じる。違う。お前の行いのせいでここにいる。怒りの矛先は間違えるな。戦え！到達したな。いいぞ、ウォーカー。
この感じならば仕事をやろう。まずは座れ。シェーンがお前を裏切ったと言っていたな。アクラが片付いて、シェーンは次のターゲットを見つけた。警察署長と無茶な取引。シェーンはもし私がおとなしく命令を聞けば兄さんを解放するって約束した。騙されてるのは分かってる。でも DUP がどんどん来たからどうにかしなきゃダメだった。ヘッチ、お前何があったんだ。何言ってるの。 DUP がそこら中で俺の部下を捕まえてるんだ。こんなのが続くと俺の仲間がいなくなっちまうぞ。これじゃお前の兄貴の安全を保証するやつもいなくなるかもしれねえ。あんたの部下たちに DUP からどうやって逃げるか教えてあげてもいいよ。俺をバカにするんじゃないぞ。お前とそのクソみたいなレーザーのせいであいつらは俺を追ってきたんだからな。ねえ落ち着いて、任せて。あの基地を壊せば DUP を排除できる。そしたら自由に動けるよ。ああ、ただ俺の部下を忘れるな。忘れませんよ、ボス。